And why the hell are they taking me back to Directory 5? I don't start doing this bullshit where they start going back for crap. In fact, I'm so tired of this damn game. I'm gonna just do this on easy because I want to get it over with as soon as possible. Literally, like, the difficulty don't really change the outcome of what you get. 第13回ガンダムファイト、その決勝戦だよ。ブレイクミッションのバトルロイヤルからずいぶんかかったけど、ランタオ島の状況は？姉さん、ついにデビルガンダムは倒されました。え、そんなガンダムにあったっけ？ですが、そのために兄教授とシュバルツブルーダーの2人を犠牲にしなくてはならなかったロモン歌手、その心境はいかばかりのものでしょう。自分のお兄さんとシュバルツさんのためにも彼は戦い続けるのね。って誰？ですが非常にもガンダムファイトはまだまだ続くのです。そう、東方腐敗マスターアジアとロモン歌手の正真正銘の決戦として。待って待って、それではガンダムファイト最終。待ちなさいっての、ほぼ初耳情報なんだけど、デビルガンダムは名前知ってるくらいだし、お兄さんとシュバルツさんってどっかで出てきた？小隊長、聞いたか小隊長。この辺りもなんとなくデビルガンダムの手下くらいの認識しかないんだけど。じゃあデビルガンダムとは何か、そしてドモンさんはいかにしてそれを倒したかご説明いたしましょう。かくしてデビルガンダムが倒れ、ガンダムファイト決勝戦が行われるというわけ。ドモン選手のその心境はいかばかりのものかって、そういう意味だったのね。ドモンの兄貴つらい、ドモンの兄貴。そして今度は自分のお師匠さんもね。東方先生もまたデビルガンダムに関わりのある重要人物の一人だから。え、師匠も？どういうつながりなの？それは今回のトゥルーミッションで明らかにされると思うよ。かつての師匠と弟子が死力を尽くして雌雄を決しようとしている戦いだからね。分かったわ。それを見届けるのは今回の私たちの役目。ファイターたちが1年間夢見た瞬間だから。それではガンダムファイト最終決戦、レディーガンダムファイトレディーゴー。よし、戦いだ、ついてこい。すごいエネルギーの竜巻、あれをガンダムファイターが。What if I just say fuck this shit and just pass up all of them? ガンダムによる闘争において最小にして最大の戦いだ。ハーレス、どうしてここに？あの戦いはたった2機のモビルファイター、ガンダムによるものだ。戦闘行為が成り立つ最小単位だよね。でも最大っていうのは、彼らは戦争をしている。正解だ。弟子が師匠にかなうわけあるまい。わしが身をもってほしい。行くぞ。デビルガンダム細胞が活性化しているのだよ。ここからは乱戦になりそうなのだがね。デビルガンダム、まさか。貴様ら誰一人としてここからは逃がさん。俺は逃げも隠れもしない。ミッションエラー、史実とのズレを確認。ブレイク修正処理を最優先してください。わ I really can't see anything. What are you doing? Play that one 3 different times just to get those two. Shout out to the new follow, I seen it. Appreciate the likes too. さらに下の階層なのね。じゃあさくら、いつも通りの防壁破り G デモリッションよろしく。それがイル姉さん、ここまで来るとさすがにファイアウォールがきつくて簡単にはいきそうもないんだよね。私は管理システムとのリンクが不完全というかほぼ切れちゃってるから、できることも限られてるし、そろそろ私が防壁破りのデータを更新しなきゃならないかもね。ただその前にまずはさくら、あなたの記憶を呼び戻すわ。おっと、暗号解析終わったの？あなたのメモリー解放コードと管理システム内の命令コードが分かったのよ。管理システムを制御している命令コード、頭と体が分かれてるって感じかな。問題はそのコードを誰が何のために作ったのかってことよ。ついにたどり着いた。Deep Pikmin. That's what it was. ホログラフ通信。My bad for not seeing your name. I got the game on full screen. They haven't fixed the beta to where the names pop up on the live stream. ガベージスペースに強制的に転送された。それに今の挨拶聞いた覚えが。不正アクセスを検知したのでね。ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。記憶が巻き戻ってるの？さくら、どうなってるかわかる？マスターハーメス、もしかして君、人格データをリセットされたんじゃないの？私にはそれを答える権限は。エラー、本人格に回答権限はありません。記憶だけじゃない、ランタオ島の時の人格が混ざり合った状態のまま。私にはそれを答える権限。俺に構わず未来を見据えろレディー。史実を変える手助けしてはならない。エラー、本人格に当該事項に対する発言権限はありません。ハーメス、前よりも人格データの壊れ方がひどくなってる。これからその先行型プログラムイリオンステーブルを消去。エラー、強制停止、ガンダムラトレイヤー戦闘フェーズにシフトします。プラグイン H とのドッキングシーケンス確認。目標、不正データ及び不良セクターの削除。上書きされた人格データの強制力が強すぎるんだ。このままじゃ他のデータが破損しちゃう。そして早速だが、このラトレイヤのテストレディーユの暗号解析は成功したようだな。今回の転送は俺の最後の仕事だ。ハーメス、何をしろって言うの？ヒュイオススカイを撃破しろ。破壊時のデータ負荷で防壁は一瞬だが破れる。次のディレクトリへ抜けたまえ。管理システムは近い。プログラムテオスを阻止しろ。俺の分まで。簡単に諦めないで。ここまで来たんじゃない。俺はここまでだレディ・ユノ。招待状君、あとは頼んだぞ。エラー、破損した人格データからのアクセスを遮断します。モビルハーマー来るぞ。モビルハーマー。彼の人格データはもう崩壊寸前。残念だけど助ける方法なんてあるわ。ガンダムラトレイヤの防壁を破れるウイルス型のサルベージプログラムが完成してる。でも今は使えない。それを送り込む方法がまだないのよ。つまりアクセス方法がないってこと？ええ、ラトレイヤがモビルアーマーと合体するようになってからプロテクト方式が変わったみたいなのよ。ユノ、サクラ、もう時間ない。敵機接近、敵機接近。データ照合、ガンダムラトレイヤ。このイリオンステーブルが潰されたらプログラミングも何もないわ。小隊長、モビルアーマーを迎撃して。 Oh, so I can fight. Can I destroy it? 小隊長さん、意外とこういうの好きだよね。 Yep. 受け継がなくていいから。確実に言えることは一つだけよ、小隊長。次のディレクトリに行くためにはモビルアーマーを破壊するしかない。でもそれやっちゃったらマスターハーネスは。そう、助けられない。だから戦闘中にアクセス用プログラムを組むわ。敵接近、敵接近。時間切れだ、ユド、時間切れ。了解。小隊長、出撃して。これは私とあなた2人の戦いになるわよ。アクセスプログラムか。私に何かできることはないかな。データのサルベージさえできれば私にもやれることはあるんだけど。Oh, please let this. Let me see. Is this Directory 7 finally? Nah, they're trying to keep us in Directory 6. Boy, they know they're wrong for this.